はい、ヒルビル放送局、まこねーです。今日は2週間ぶりになる16時間断食の反省会をしていきます。2週間ぶり。先週はなんとなく何もしたくなくなっちゃったんだよね。もうね、何だったか忘れちゃったんだけど、何だったかな。あ、思い出した。なんかね、コメントで、っていう感じのコメントをもらってて、そう、なんだこいつみたいな。で、荒れてました。そう、どんなコメントだったかっていうのはちょっと、もうほっといて、コメント拒否にしたはず、もうね、コメントはもう受け付けないっていう、もう受け付けないのやめようと思って、で、コメント拒否にしたはずなんだけど、なんかコメント拒否になってなくて、その後もまた、全然別の人からコメント入ってたりしてて、なんかめんどくさくなっちゃったからほっといてます。はい。まあ、そんなわけで、この2週間、3週間というか、大体この、3月の終わりぐらいからちょっと荒れてますよね。私結構精神的に。天気が良くなってきて落ち着きを取り戻しつつあるんですが、どんな感じかというのをちょっと反省会と一緒にお話していきたいと思います。ぶっちゃけね、今日のアウトプットも止まってるんですけども、なんていうかな、バッグというか、この資料を作るのが、なんかね、今すごく、なんか、苦痛で、そう、今日はね、なんか私のイメージにぴったりな、バッグの絵を、創作できたっていうかな。そう、いろんなバッグの、その、デザインのやつの、部分をちょっと拾ってきて、自分なりに構成し直したって感じなんだけど、今日は満足って感じなんだけど、なんだろうな、今日のアウトプットの方はね、しっくりいくのがね、今ね、ピンとこないというか、なんていうかな、パッてね、なんか私の心をわしづかみにするようなのとちょっと出会えてないのね。そう。そこが気持ちが乗らない一つの理由。大体こんな、そんな感じなんだけど、今日は大体こんな予定でお話していきます。とりあえず、この2週間ぶりの反省会について、ちょっと、反省会をしたいと思います。反省会の反省会っていう点もですね、さっきお話ししちゃったんですけども、ほんとコメントうざいよね。なんて言うんだろう、日本語だからっていうのもあるかもしんないけど、私、ほんと SNS のコメント機能ってほんとうざいと思ってて、なんだろうな、海外の人のね、コメントとかを見てても、そうなんだけど、基本的にどこの国の人もそうだと思うんだけど、なんだろう、なんで、普段はさ、日本人同士だと、お互いに微妙な距離感とか、微妙な空間を読んでさ、それなりに、バランスの取れた会話をするじゃない。そう。でも、なんで、コメントとかだとみんなそれできないんだろうっていつも思ってる。そう。本当、そのコメントは、相手がありきのコメントだよっていうのを、本当、相手のことをまるっきり考えないでコメントする人が多くない？多いって感じるのよ。そう、感じるというか、私がね、コメントあんまり好きじゃないから、他の人の YouTube も、長く見てる中で、チャンネル主をね、応援するようなコメントはすることあるけど、チャンネル主のやってることにわざわざ否定するっていうか、いうような話は、思うことはあるよ。思うことはあるけど、わざわざコメントに残すことはないな。だって、それを受け取った人が、やっぱ、切ないのわかるもん。うん。ただ、ここは直した方がいいんじゃないのっていう提案はすることはある。そう。ここは私はこう思うんだけど、もう、まあ、提案として受け取ってもらえればいいです、みたいな感じで書くことはあるけど、そう、本当言葉短く、特に男性だよね。言葉短くズドンと、もう本当お腹打ち抜くようなコメントを入れるようなことはしない。そう、まあ、Twitter でもそうだし、まあ、YouTube もそうだし、なんで、そういうコメントを平気で入れられるのかなって、本当思ってて、いや、本当コメントうざい。本当に。そう、まあ、コメント拒否にしたはずなんだけどな。いや、まあ、これ収録終わってからもう一回拒否にし直そうと思ってます。はい。なんだろうな。クローズ、私ね、コメントというか、視聴してる人と、何かしらな相互関係っていうのは、やっぱ必要だと思うよ。でも、YouTube のコメント機能は、ほんとオープンすぎて、ほんと、なんだろう、使いづらいよね。そう。だから、まあ、視聴者の人と、別のコミュニティに誘導するような形にできればいいのかなとか思ってるんだけど、まあ、ちょうどいいのが見つからない。まあ、私のね、今のところのこのアクセスデータを見てる分には、まあ、Facebook グループでいいんじゃないかなとか思わないでもないのっていうのは、まあ、40代以上の方がほとんどだから。うん。そう。逆に言うと、まあ、ショートムービーとかは20代、30代の方が多いんだよね。そう。まあ、それはね、多分 YouTube 全般そうだと思うんだよ。そう。で、大体発信してる人の年齢の付近の人がやっぱ視聴者数として多くなる傾向があるの。うん。まあ大体ね。そう。となれば、まあ、私が発信してるのは、やっぱ20代、ってか、40代、50代ぐらいの人が、やっぱ視聴者としてメインであるのことは間違いないのよね。それだったら、まあ Facebook でもいいのかなって。と思わないでもないんだよね。そう。逆にそう、いろんなツールがあるけど、あんまり複雑なツールだと、牽引されるのかななんて思っています。まあ、それはね、ちょっとね、すぐに考えるってことはじゃなくて、まあ、コメントうざいですっていう、私の本当心の中の本音が、もう、ボロボロボロっていう風に出てる。そう。まあ、そんなわけで、この2週間の経過を見ていきたいと思います。まあ、精神的に不安定だと、まあ、何やってもうまくいかない。まあ、ここ、不安定ってほどじゃないのよ。そう、本当もううつうつしてるって感じではなくて、まあ、どっちかというと、なんか、乗れてないから、乗れてない分、ストレスを感じて、ストレスの発散をうまくできてない。うん。まあ、例えばカラオケ行くでもいいと思うんだよ。まあ、カラオケね、なんか思い出したらまた今日これから行きたくなっちゃったけど、まあ、カラオケ行くとかでもいいんだけど、まあね、手っ取り早いのがやっぱり食べちゃうのよ。そう、食べちゃうし、まあ、作業、おせの作業を、おせのままほったらかしちゃったりとかね。まあ、そういうことが、まあ、続くと、やっぱ、いろんな部分で16時間断食ほつれてくるのね。まあ、16時間断食って割合と決め事が多いダイエットだから、そう。まあ、自分をコントロールできるかどうかっていうのが、まあ、16時間断食の一番重要な部分だと思うのね。そういう意味じゃ、ほんとここ1ヶ月間ぐらい全然コントロールできてなくて、っていうのが本当のところ。まあ、そのデータを見ると、確かに、これ、2週間前のデータが左側、昨日のおとといのが、右側なんだけど、まあ、この2週間ね、体重下がって登ってって感じで、まあ、結局102キロ前後。が、まあ、継続してる。ただね、体脂肪率が、まあ、測定値だからね、なんとも言えないんだけど、まあ、体脂肪率も日によって、まあ、30% から 33%、これはね、この日のやつは、ちょっと高いなとか思うんだけども、30% から31、2% を行ったり来たりみたいな感じで、まあね、傾向としては、下がってないというか、増えてるっちゃ増えてるよね。うん。そんなわけで、いつも通り体脂中と体脂肪率をかけた計算を見てみると、2週間前が 31.8 キロ。で、昨日が 33.9 キロ。これ純粋な脂肪の、計算上の脂肪の量だよね。2キロ太ってるってことよ。そう、脂肪が2キロ。うん。何が原因かなっていうふうに踏まえていくと、やっぱりね、春ってことで、ぶっちゃけね、天ぷら食べまくってる。そう。それが原因っていうか、それが原因って、だろうな。そう、食がほんとゆるゆるで、16時間断食的に、この食事バランスは、良くないでしょうというふうに、ムラがありすぎるよね。すごいムラがある、今ね、今本当。そこが、原因じゃないかなと思うんだけど、じゃ睡眠データはっていうと、これもまたね、また違うのよ。途中、スイッチ入れたつもりで、スイッチ入れないで寝ちゃったとか、スイッチ、この睡眠をね、測定してるアプリを、消したつもりで消しなかったとか、消してからまた寝ちゃったとか、そういうことが結構たびたびあって、そう。だから、このデータ以上に規則性が本当に今バラバラなの。うん。昨日も、昨日帰ってきてから、最初冒頭言ったかな。ちょっとカチチーンというか、この人何言いたいのみたいな。そう、言いたいことあれば、はっきり言えばっていう風な気持ちになったけども、私も言えないみたいな、そういう、微妙な空気の、お仕事上でね、そういう空気があって、そう、もやもやっとしてさ、帰ってきて、帰ってきてからさ、寝不足だったは寝不足なんだけど、ちょっとね、お酒とカップラーメンと、ポップコーンとドーナツとピーナツ買ってきて、バリバリゴクゴクって飲んで寝た。深夜の3時ぐらいかな。だから私はいつも夜中のね、11時に起きて、翌日のお昼の15時まで、ただもう一回言おう。夜の23時に起きて、翌日の15時まで起きてるっていうのが、一番ベストな状態なの。でも昨日は、11時に、23時45分ぐらいに起きて、お仕事行って、で、帰ってきてから、3時、4時ぐらいからまた寝て、8時ぐらいまでダラダラ寝てたと。そう。そんな感じで。良くないよね。規則性バラバラ。同じように、このデータ以上に変な時間というか、23時に起きたんだけど、また、うだうだしてるうちに寝ちゃったみたいなことがある。うん。あとね、私今、朝仕事行くときに、やっぱり行く間際に朝日が昇ってくるっていう状態で、朝日が昇るともう当然朝日に向かってバンバンして、お天道様おはようございますっていうふうに挨拶するの。それが本当にすごく、体にはすごく重要なことなんだけど、それでもね、それをするってことは、そこで体内リズムがリセットされちゃうから、そっから16時間体は眠たいモードにならないわけよ。そうすると、やっぱね、3時ってなかなか眠れないの。そう、最近はね、部屋も暖かくなってきたし、そう、明るいし。アイマスクしてもなかなかね、つけなくて、今週からね、明菜ちゃんの映画やってるから、明菜ちゃんの音楽聴きながら、うだうだしちゃってるみたいなのとか、あれやろう、これやろうなんて思ってるうちに、どんどん遅くなっちゃったりとか。そういう風な感じで、やらなきゃいけないことがおせになっちゃってる、睡眠もバラバラなんていうのが、まあ今の悩みっちゃ悩みだよね。そんなわけだから、私のね、心も、不安定ってほどじゃないけど、何かしらのストレスが発散できてないっていうのは本当感じる。うん。結果食にも睡眠にも悪影響出てる。もちろん体重にも悪影響出てる。で、それを何とかしようと思って、無理すれば無理するほど、またマイナス影響が出てるっていうのが、正直なところで、今は、そうだな、本当に、良くないよね。そう。なんて言うんだろうな、ここやっぱり、ね、最初のスタートダッシュの1ヶ月、2ヶ月が、パーフェクトに、今考えればパーフェクトに近い状態だったから、その後の、1ヶ月半ぐらいを本当、ぐだぐだぐだっていうので、そのぐだぐだぐだに関して私がストレスを感じているっていうのが本当のところかな。そう。どうしたらいいんだろうっていうふうに考えてる。私自身はね。そう。そのきっかけが今頭の中でちらって、ひらめいたんだけど、それを良かったこととしてちょっとお話したいなと思ってます。良かったことは、何よりね、天気がいいっていうことが一番いい。なんだそれって感じだけど、なんだろうな、新潟県ってさ、そもそも日照時間、要は天気がいい日っていうのがものすごくね、日本中の中でも低い方なの。それでも、最近ほんと天気がいい日が、ね、特に午前中天気がいい日があると、やっぱほんと気持ちよくて、全身に太陽を浴びて、お日様、お天道様にほんと力をもらってっていう風に感じてる。うん。それだけにまだ明るいうちにカーテンを閉めるっていうのは、ちょっとね、私の中では心苦しいんだけど、いつもだいたい12時にカーテン閉めて、だんだんね、体が眠くなるようにっていう風にしようと思ってるけど、そんなうまくはいかずに。そう。うん。天気がいい中で、気持ちよく朝歩いたりとかしながら、なんだろうな、家にこもらずに、外に出るっていうことが、最近楽しいね。うん。そう、なんだろう、あれこれね、今、服いろいろ買ってるわけじゃないけども、今年買った服とか、そう、ウィッシュで買った安いやつだけどさ、それとかで、着て、ふらふらと街の空気を感じながら歩きながら写真撮って、みたいのが、本当、私のストレスを発散してくれてるような気がするのよね。それが一番、いいんじゃないかな、なんて思ってるの。そんな中で、街を歩いてるとさ、ばったり友達に会ったりすると、そんな、ちょっとした話になるじゃない？そういうのもいいのかなとか思って、作業が遅れであったとしても、今は、心のバランスを、今以上に悪くしないっていうことが、最優先かなとか思ってるんだよね。うん。それで悪かったところっていうと、もうお腹いっぱいってほどね、悪かったところをお話ししたけど、全部のリズムが、ちょっとね、すべてが狂ってる。なんだろう、食事時間、寝る、で、16時間ダイエットのタイミング、そう、運動、生活リズム、いろんなことあるけど、全部が、一番いい時の 60% ぐらいになってる。そう。だからすべてが 60% ぐらいだから、3割、4割ぐらい今ね、ものすごく良くない状況よね。そう。それだけにしっかりオートファジーが動いてないんじゃないかなと思う。それがやっぱり体重とか体脂肪率に反映してるんじゃないかなと思って、そこをしっかり調整できないっていうのが今一番の課題だと思うんだよね。あ、一番じゃなくて、まあそれが課題なんだけど、まあそれの元になってるのが、まあやっぱいろんなストレスだと思うんだけど、もうストレスの元がうまくいってないっていうことだから、まあどちらが先かだよね。ほんと卵が先か、鶏が先かっていう話で、まあどちらを優先したらストレスが発散されるのかなっていうふうに今悩んでるよ。とはいえ、悩み続けてても、まあ、解決はしないから、では、じゃあどうするって時に、やっぱり、なんか、多分、ストレス発散する方を最優先すると、もっともっとあまり良くない状態が続くと思うんだよ。どっかで、キュッて締めないといけない時があるんじゃないかなと思って、そうすると、やっぱり、16時間断食の初心に戻るってことが重要なんじゃないかなと思ってる。うん。まあ、初心に戻るってことは、まあ、15時に寝る。初心に戻るってことは、15時に寝る。そして、作業が、進んでなくても、もう、それはもう、16時間断食がね、体重を落とすってことが私にとっては最優先だから、それは仕方ない。うん。で、寝て、で、11時に起きる。で、起きて、まあ、仕事をする日は仕事行かなきゃいけない日は仕事行く。で、仕事行かないでいい日は家でやれることをやる。そう。で、食べる時間は、朝の4時から、翌日の12時まで。うん。っていうことで、最低限そこをきっちり守るっていう初心に戻ることが今やっぱ最優先なんじゃないかなと思ってます。そう。とはいえ、まあね、来週ちょっとね、夕方に出かけなきゃいけない用事があったりとかして、まあなかなか難しいっちゃ難しいけども、まあ精一杯そこに努力をするっていう自分の中のやりきってるよっていう気持ちがないとストレスはやっぱりなくならないんじゃないかなと思ってて、初心に戻るっていうのが、まあ来週の課題だと思ってます。はい。まあ、そんなわけで、今日はここまで。また来週。来週。うん。です。